大丈夫無理どうしよう初じゃないですかそう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 だよ可愛いの見ましたねあ、めっちゃお願いします。帰ったって感じですね。まあ、もう10年以上やってるからある程度も写真撮るさこう、はいはいはい、ポージングとかいろいろこうパターン化してる、うん、してたり別にそれが悪いわけじゃないですけど、ねうん、じゃあそうポーズとかじゃなくてもっと内面から、内面を表現したものを僕が撮るって言って、あだちょっと緊張感ありましたもんな。だから写真撮られるこうイコールなんかもうなんつうんだろう、まあ、格好つけることが悪いわけじゃないんですけど、うんうんうん、そこに中身が伴ってればよりいいってことじゃないですか、うんうんうん、カメラがファンの人とか、うん、もうこんなライブはあんま広くやってるかもしれないけども今はここだから、うん、ここに集中してみたいな、へあと俺を挑発しろって言ったら超いろいろ考えながらやったんですけど、でもなんか自分もそもそもその栗上さんにお願いしたっていうのもそのまあ思いの部分というか、今までって大体ツアーの雰囲気だったりとか曲の雰囲気だったりとかに合わせて撮影するしたりするんですけど、 MV とか、はいはい、でもそれ抜きで本当今年気合い入れていくぞっていう思いのもとお願いしてるんで、うんうんうん、でそういうテーマだったんですごいいいものできそうかなって感じです、はい、格好もしかしたらついてないかもしれないけど、うん、そっちの方がね、うん、なんつうの思いは強そうだ、はあ、見れないね、80今年7だったか50個ですね。経験値が違いすぎますすげえな、現役だもん。これもいい。一応1番、2番、3番、はい、ですけど、もうちょっと
あとは仕上げです。だってプレッシャー。ガーッとプレッシャーかけます。なんかこれも本当に今回だけじゃなくてもずっと長くずっと使いたいなっていうので、ね、はい、暮らしてもらってるので。使われた方が嬉しい。使えるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。じゃあ、お願いします。お疲れ様でした。